さんこんにちは。今日は練習曲が苦手なお子様のための処方箋をご紹介します。読譜が難しいからピアノは楽しくないではとても残念です。ユニゾンオクターブで簡単な曲を楽しく歌いながら弾いてみることをお勧めしております。5音だけで弾くペンタトニックスケール。今度は民謡演歌スケール。これは主音から数えて2と5の音を抜いて弾くスケールです。主音とは波長調ならドになります。主音から数えて2と5の音を抜いて弾く民謡演歌調スケールです。今度は琉球沖縄のスケール。沖縄の楽器といえば三線がおなじみだと思いますが、琉球沖縄調スケールです。沖縄琉球のスケールは主音から数えて2、6の音を抜いて弾きます。沖縄琉球は主音から数えて2と6の音を抜いて弾きます。ゆっくりと指を動かすことで独立したしなやかな指を作ることができます。練習曲が苦手なお子様には最適な練習方法の一つだと思っております。今日はスケールをご紹介しました。それではまた楽しいサプライズに、ワクワクドキドキさせるようなお楽しみ抽選会もご用意しております。レッスンのご意見ご要望な090-1136-4-8 CAPI-MAKI-4-8@gmail.com になります。バイバイキン。